どうも皆さんこんにちは。今日は東京タワーのパノラマ写真、こちら。これね、実は32枚の写真を継ぎはぎして作った合成写真なんです。合成写真っていうとなんだか手の込んだことをしたかのように聞こえるんですけど、素材をドラッグ&ドロップするだけで簡単に作成することができるので、今日はねこれをどのようにして作成したのかっていうのを話していこうと思います。私がこれを撮影した場所では普通に東京タワーと背景をね同じフレーム内に取り込もうとすると広角レンズを使わないと撮れないです。こちらが同じ位置から 24mm で撮った画像です。こうやって見てみるともっとワイドなレンズを使った方が良かったなって思うんですけど、この時ね持ってたのが F24mm105mm だったので、とりあえずそれの 24mm 側で撮りました。広角レンズの効果特性でもあるグワーンと広がっていく感じの写真を撮りたい場合はこれももちろんありなんですけど、もう少しフラットっていうのか、ちょっとこう背景と東京タワーの圧縮感みたいなものを求める場合、標準から望遠レンズ使わないとそういう感じは表現することができないです。たださっきも言ったようにこれらの写真を撮影した場所だと標準とか望遠レンズを使ったのでは東京タワー全体を1枚の写真に収めることはできないし、もちろん背景と東京タワー全体を1枚に収めることはできないです。皆さんも普段撮影場所に行ってみたら自分が持っていたレンズではちょっと撮れないフレームだったなんてことありますよね。今日はそんな時にも使える便利ツールを紹介したいと思います。このチャンネルでも何回か紹介している写真編集ソフトのルミナネオを使ってやっていきます。今から簡単にルミナネオの紹介をするので、もう知っているよっていう方は次のチャプターに早送りしてください。目次をつけておきます。ルミナネオ、スカイラムさんが出している写真編集ソフトなんですけど、このソフトの特徴といえば AI を駆使してとにかく編集の手間や時間を短縮させるところにフォーカスしているっていうところです。どの写真編集ソフトを使うにもそこそこ編集用語とか経験とか知識とか必要なんですけど、そういうのを知らない初心者の方でもスマホのアプリを使う感覚で直感的に使うことができます。で、基本の編集機能に加えて日々新しい拡張機能が装備されていくので、自分が必要な機能だけを選んで取り入れて機能の拡張をしていくことができます。料金システムも以前とは違って今はいろんなパターンがあるようなので、詳しいことはウェブサイトの方で確認してください。概要欄にリンクを書いておきます。ディスカウントコードももらうことができたら書いておきます。このソフトいいのが、使用してみて自分に合わないっていう場合、購入後30日間の間であれば理由云々に関わらずね全額返金してもらえるんですよ。なので使ってみて自分のパソコンと相性が良くなかったとか使いこなせなかったとかっていうことがあればキャンセルすることができるので気軽に試すことができます。あとこれね、 Adobe のソフト Photoshop とか Lightroom とかのプラグインとして使用することもできるので、そういったソフトを使っている方が取り入れるにも便利です。ということで次、実際のパノラマ写真作成画面を見ていきましょう。ソフトを開いてまず今回の素材となる写真を取り込みます。画像取り込み方法はいくつかあるんですけど、今回は枚数も多いので一括で取り込める簡単なやり方をします。カタログの項目のところでファイルを置いている位置からドラッグ&ドロップします。これで複数枚一気に取り込むことができるし、自動的にフォルダも作成してくれるので便利です。これらが今回使用する写真です。こうやって見てもらうと1枚1枚には景色の一部一部しか写ってないのがわかります。これらは全部 FE24mm105mm の 105mm 側で撮りました。で、これらを全部つなげてパノラマ写真に仕上げるんですけど、撮影の時点で撮り方のコツがあります。何かっていうと、例えばこんな感じ、東京タワーが画像右側に位置している写真、左側に位置している写真、真ん中に位置している写真っていう感じで、エリアが重複している写真を撮っておくっていうことです。これによって後で AI が合成するときにも画像の認識がしやすいです。この写真を撮るときは三脚を使って徐々にエリアをずらして撮影してました。で、取り込んだ写真をすべて選択します。 Mac を使っている方はショートカットキーのコマンドと A を使うと簡単に全部選択することができます。で、次、選択した画像をこのパノラマス
スティッチングの項目のところにドラッグ&ドロップします。そして開始するボタンを押して合成を始めるんですけど、その前に合成の条件をここから指定することもできます。今日はこれは使用せずに進めます。開始するを押します。これで AI が自動合成を始めるんですけど、今回合成する枚数も多いので結構時間がかかるんですよ。仕上がりを見てみます。ちょっと今回この辺りの元画像を取り忘れていて足りなかったんですけど、全体像を見てみたらこの辺いらなかったですね。後でクロップして構図を整えます。今はこのまま解説を進めていきます。ちょっと合成するのに時間かかりましたけど、仕上がりとても綺麗ですね。継ぎはぎ感はもう全然なくて違和感ありません。ちょっと拡大してみます。全然不自然な感じなくてすごいですよね。今これ仕上がった状態の時点でちょっと丸みを帯びた仕上がりになってるんですけど、これは変更することができます。こちらをご覧ください。5種類の効果があります。私は 105mm で撮ったそのままの感じを活かしたいので平面を選択します。で、続けるをクリック。そうすると次の画面ではすでにオートクロップが施されていて、何も操作しなくてもいい感じの構図に仕上げてくれてます。もし縦横比を変えたいとかあれば、ここで変えることもできるし、この後編集するときにクロップすることもできます。今はねこのままでいいのでクロップボタンを押します。これ元画像の1枚1枚のファイルサイズも大きかったので、この合成によってそれらが全部まとまってかなり大きなサイズのファイルになっています。こんなに大きいとサイズ的に扱い使いにくいっていうのがあれば、編集後にサイズダウンするっていうのもありですね。保存するとパノラマスティッチングっていうフォルダが自動的に作成されて、そこに仕上がったパノラマ画像が収められています。で、この後こちらのプリセットとか編集の項目のところからさらに編集を進めていくことができます。すでにこの編集項目の使い方に関しては過去に動画を作ってあるので、興味がある方はそちらご覧ください。今回これ使ってみて思ったのが、合成でしか出せない望遠レンズのパノラマビューっていう、これがね新鮮でした。広角のワイド感とは一味違う風景写真になります。今回は 105mm っていう中望遠で撮った元画像を使いましたけど、もっと長い望遠レンズでさらに圧縮感を出した元画像を使えば、もっと面白いパノラマ写真を作成することができるんじゃないかなと思いました。この元写真を撮っている時、ビルのエリアとか東京タワーのあるエリアを撮っていた時は問題なかったんですけど、空の部分を撮っている時ね、指標となる建物がないので、画面一面が空の色紺色一色なんですよ。なので空のどこをすでに撮ったのか、次どれぐらい雲台を回転させればいいのかわからなくなってきて、これで元画像足りてるのかなってちょっと心配になりました。一色の空を撮るのってちょっとね難しいですね。というわけで今日は以上です。また次回会いましょう。さよなら。